はい。というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭、スパチャは大歓迎、パーカッションのワークショップやっていきます。高文がお送りします。よろしくお願いします。理想のソロにするために何が必要かっていうのがありますと。で、一応パーカッションに限った話でね、他の楽器の人は自分の楽器に置き換えて聞いてください。もしパーカッションに限って言うと、まあ一例でございますけれども、このような武器があると。はい。ちょっとね、ざっと読みますけれども、音色、ダイナミックス、アクセント、高速連打、ルーディメッツ、典型的なリズム、グルーピング、ポリリズムと、いった感じです。これは何かというと、さっき言ったどんなソロ取りてえのかっていうのが分かったところで、じゃあ何ができたらいいんだろうってね、そのための道具、武器を持とうぜっていう話です。はい。で、パーカッションで言うと、まずその音色の叩き分け、がありますと。あとはダイナミクスというのは、強い弱いです。この強弱ね。強弱の幅だったり、アクセント。どこにアクセントを置くのか。アクセント弱いところから、こうついていくようにね。強調するところです。はい。高速連打って何かってね。わーっていう まあ分かりやすいやつ。はい。で、まあ太鼓だったらね、これ一番、説得力があるんじゃないかなと思います。シングルストロークが結局最強ですよね っていう動画を上げたことあるんですけど、結局ね、まあいろいろなんかテクニカルなこととか、細いこととか、やりたくなるんですけど、最終的には、うわーってやってしまったら、それに勝るものはないっていうか、ライブだったらお客さんが、うわーって なるかなって思います。はい。で、ルーディメンツっていうのは、例えば、フラムとかね。だったり、ドラッグとか。ダブルストロークみたいなやつね。まあこういうのを、入れると、ちょっとこう小気味いい感じだなっていうか、よりソロが、魅力的になる、言いたいことが伝えやすくなるのかなと思います。はい。典型的なリズムって何かっていうと、太鼓で言うとですね、そのなんかこうフレーズ、を叩く以外に、普通にリズムパターンを叩いてももちろんいいですよね。で、その音楽の中で、あえて違うジャンルの典型的なリズムを叩くってこと非常によくあります。もしかしたらね、聞いたことあるかもしれないんだけれども、なんかラテン系の曲で、ドタンと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 ドタンみたいな ドラムの典型的なフレーズをあえてやるとか、ファンク、ファンクの音楽の中であえてブラジルのサンバのリズムをやっちゃうみたいな。センスがいるところですね。あえてそれやるんだっていうようなソロ非常によくあります。はい。亡きですね、村上ポンタ秀一さんがおっしゃってたのは、あえてね、ジャズの中とかブルースの中で、みたいなこの日本の リズムっていうか、ドドンパをあえてやるっていうかね、割と本気でやるみたいなことをおっしゃってましたけれども、あえてそういう、そのリズムを聞いたら違うものが連想されるよなっていうのをやっちゃうっていうのも効果的かなと思います。ただあんまりやりすぎると滑る 滑ってしまうことがあります。はい。グルーピングとポリリズムっていうのは非常によく使う、非常にあったら便利だし、まあこれがあればね、無限にフレーズを発展させることができますので。グルーピング何かというと、ちょっとずつずらすっていうことね。例えば、まあこういう音楽のビート。
こういうビートがあったとして、これに対して3打ずつ、3音ずつのアクセント、で、3でやると4のところに3を入れたので、まあ、ちょっとずつずれていくみたいな、ちょっとトリッキーに聞こえるようなのがグルーピングです。あるいは5とかね、ポリリズム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 、はい、っていうのはあります。でポリリズム何かっていうと、まあ、簡単に言うと、分かりやすいところで3連とかですね、3連、タカ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 っていうビートの中で、この、まあ、ちょっとしたね短いフレーズの間だけですけど、ポリ状態になってるわけだ。グリッドに対して違うグリッド、奇数のグリッドを入れた、ちょっとふわっと、意外性を生むことができたりするって、まあ、こういったね武器、まあ、他にもねエトセトラエトセトラなんですけれども、もちろんたくさんありますと。自分には何が必要かなって、あるいはこれができたらいいなっていうのを目星をつけて、それの練習をしたらいいんじゃないかなと思います。日々の練習でね。